昨日、岐阜市内の倉庫で強い毒を持つ外来種のヒアリか、赤カミアリの疑いのあるアリが発見されました。岐阜県によりますと、昨日、岐阜市宇佐南にある運送業者の倉庫でコンテナを開けた従業員が、中におよそ20匹のアリの群れが2つあるのを見つけました。すぐに駆除して県に通報し、県は、 ヒアリか同じ種類の毒を持つ赤髪アリの疑いがあるとして国に検査を依頼しましたこのコンテナは先月フィリピンで船に積まれた後台湾や中国を経由して名古屋港に到着したもので県はこのアリが定着している可能性は低いと見ています